石井てるみは、日本のお笑いタレント。渡辺エンターテインメント所属。東京都出身。4歳から6歳までをカナダで過ごす。中学受験をして、白百合学園中学校、高等学校に入学。中二から高二まで学園祭実行委員を務める。同校卒業後、2002年、東京大学文科三類に入学。当初は外交官への憧れもあったが、 入学後に日本国外での活動を志して理系に転校。工学部社会基盤学科に新設された国際プロジェクトコースに魅力を感じ、同学科へ進学。発展途上国のインフラ整備について学ぶ。ODA も含め途上国のインフラ整備関連の研究のため、3年時は対応国に1ヶ月半ほど、4年時はデンマークに2ヶ月滞在するインターンを経験し、 2006年度大学工学部卒業、2008年度大学院修士課程修了。学生時代はサークル活動としてビートルズをコピーした音楽バンドでベースとボーカルを担当などしていた。また、大学、大学院在学中を通じてタイ、デンマーク、フィリピンと3カ国でのインターンシップや交換留学を経験した。また、 大学院在学中の2007年2月には成長と環境をテーマにした論文でアジア開発銀行によるアジア太平洋論文コンテストに入賞している。さらに先行した社会基盤学においては論文フィリピンにおける政治家庭分析を用いた大気汚染対策導入の実現可能性の検討に2008年3月に学内賞を授与される。特には 英語モノマネ、書道、ベース弾き語り、3点倒立。趣味は一人、カラオケ、フィギュアスケート観戦。フィギュアスケートでは、2006年2月に実際に現地まで、鳥のオリンピックを見に行き、荒川静香の優勝の瞬間に観客として立ち会うことができたという。また、2014年2月のソチオリンピックにも、フィギュアスケートの観戦と応援に行っていた。ここにおいて、 浅田真マオの競技開始前のその時に、マオちゃんならできる。と叫んだのが石井である。ビートルズ、デイビッド・ホスターやジャーニーなど80年代洋楽、シャイニーや少女時代など、K-POP、アクセスのファン。トーイック990点。英語検定1級も取得。インテリ三更身と自称している。アリーナ・ザギトアのモノマネの時の石井・テルミ大学院。終了後の2008年。 外資系、コンサルティング会社である、マッキンゼイカンパニーに入社し、本人曰く、42.195km の、マラソンを 100m 走の速さで走るような、多忙な日々を送る。シビアな評価に、過度なプレッシャーと、ストレスで週末には、過呼吸になったり、うつのような状況も経験。死んだ方が、楽と感じるまで追い詰められた時に、どうせいつか死ぬんだったらその前に本当に、 やってみたかったことをやろうという境地に至った。その時、脳裏に浮かんだのが、白百合時代の学園祭で、やっぱり芸人になりたい。というかねてからの夢への思いを強め、約1年4ヶ月の勤務の後に退社を決意した。退社時には、マッキンゼー全社員に、お笑い養成所合格通知を添付した挨拶メールを送付した。なお、同期入社組だけには、 これとはまた別内容のメールを送付していた。退職前の有給休暇を利用して、養成学校を受験。退社後の2009年10月、芸能事務所、渡辺エンターテインメントによる、タレント養成学校、渡辺コメディスクールに11期生として入学し、翌年9月に卒業した。後に出演したお笑いライブに、元、マッキンゼー日本支社長の平野正夫も、一心を見に来ていた。 2010年には雑誌、アイラに、新進のお笑い芸人として取り上げられた。2011年10月には、クイズタイムショックに出演して、準決勝に進出している。ネタは、英単語の語呂合わせから作ったフリップ漫談、ベースを弾きながらの、東大あるあるネタ、長女時代のパロディーの一人、コント、単足時代、ドグーコスプレキャラの、グーちゃん、言いづらい言葉を英語っぽく言う。 フリップ漫談ンン、セックスザシティのサマンサが気になる、日本使用語を紹介する、フリップ漫談ンン、ヒラリー・クリントンのモノマネコント、言いづらい言葉を英語っぽく言うネタなどがある。2016年アメリカ合衆国大統領選挙の際には、自費でニューヨーク入りし、ヒラリーのモノマネの格好をして、タイムズスクエアなどでその行方を見守っていた。 2016年アメリカ合衆国大統領選挙で、ドナルド・トランプの当選後は、イバンカ・トランプのモノマネも行うようになり、ドナルド・トランプのモノマネをする、レーザー・ラモン・ RG と共演することもある。2018年ピョンチャンオリンピック以降は、アリーナ・ザギトワのモノマネも始めている。なお、ザギトワとは2018年4月8日に、 横浜アリーナで開催された、スターズ・オン・アイスの終演後に初対面している。ありがとうございます。